空バンドは電磁スペクトルのマイクロ波の中でも周波数範囲12から 18GHz の帯域のこと。この名前は K アンダーを略したものであり、これは NATOK バンドの下のものであるのが由来である。NATOK バンドは 22.24GHz の大気水蒸気共鳴ピークを含み、真ん中の部分で長距離伝送が不可能であったため空、K、かの3つに分割された。 レーザー応用においては、IEE 企、e、画521-2002のレダー、周波数対命名法の正式な定義に従い、その範囲は12から 18GHz である。空バンドは主に衛星通信、特に衛星放送を流すための直接放送衛星により使われるダウンリンクおよびスペースシャトルと国際宇宙ステーションの両方の通信に使用される NASA の TDRS など、 特定の用途に使用されている。空バンド衛星はバックホール、特に遠隔地からテレビのネットワークのスタジオに戻し編集及び放送するための衛星としても使われる。このバンドは ITU によって地域により異なる複数のセグメントに分割されている。NBC は1983年に空バンドを介して系列局のフィードの大部分をアップリンクした。 最初のテレビネットワークである。この無線周波数帯の一部の周波数は、特にヨーロッパで自動車のスピード違反を見つけるために用いられている、レーダーガンで使われている。このバンドの一つの使用例は直接、放送衛星テレビである。地球から3万5 7 0 0トル離れた、静止軌道にある放送通信衛星からの空、バンドマイクロハビームを介した衛星テレビチャンネルを、 受信する住宅の衛星放送受信アンテナ北米及び南米のほとんどは ITU 第二地域であり11.7から 12.2GHz10.75 から 11.25GHz が FSS に14.0から 14.5GHz がアップリンクに割り当てられている。北米の周りを回っている FSS 空バンド衛星が22以上あり、 一つ一つが12から48のトランスポンダーを搭載し、一つのトランスポンダーあたり20から120ワットであり、はっきりと受信するためには0.8から1.5メートルのアンテナが必要である。12.2から1 2 7ヘルツのセグメントは BSS に割り当てられる。BSS は100から240ワットの電力で動作する2 7ヘルツ帯域幅のトランスポンダーを 通常16から32個搭載し、18インチほどの小さい受信アンテナの使用を可能にする。ヨーロッパ・アフリカでのセグメントは ITU 第1、地域で表され、11.45から11.7、および12.5から12.75、ギガヘルツ帯域が FSS に割り当てられている。ヨーロッパにおいては、空バンドは10.7から1 2 7 5ヘルツが、 アストラ衛星に搭載されるような直接放送衛星業務に使用されている。11.7から1 2 5ヘルツは BSS に割り当てられている。オーストラリアは ITU 第三地域の一部であり、オーストラリアの規制環境は11.70から1 2 7 5ヘルツのダウンリンク及び14.0から1 4 5ヘルツのアップリンクに及ぶクラスライセンスを提供している。 ITU はインドネシアを非常に高い高雨量である地域 P に分類している。これによりインドネシアで空バンドを使うことについて多くの人々が確信を持てなくなった。もし豪雨の地域で 10GHz を超える周波数を使うと通信の有効性が低下する。この問題は無線通信回線を設計する際に適切なリンクバジェットを使用することで解決することができる。 高いパワーにより雨の損失で減水するのを克服できる。インドネシアにおける降雨による減水の測定はパダン、チビノン、スラバヤ、バンドンの衛星通信回線に対して行われた。インドネシアにおいて ITU モデルに加えダーモデルが雨による減水を予測するのに有効である。ダーモデルは2001年より ITU 勧告となっている。 このモデルは99.7%利用可能な回線を作成することができ、空バンドをインドネシアで適用できるようになる。インドネシアのような熱帯地域の衛星通信に空バンドを使用することの頻度が増えている。インドネシア上の衛星のいくつかは空バンドのトランスポンダ、さらにカバンドのトランスポンダを搭載している。2002年12月に打ち上げられ95度東に、 位置するニュースキースにはインドネシアで受信可能な空バンドトランスポンダのみ搭載している。NSS6 は2018年6月に打ち上げられ54個の空バンドトランスポンダを搭載する同じ場所にあるセマイナス12に置き換えられる予定である。2004年に打ち上げられたイップスター衛星も空バンドを用いている。空バンドを用いてインドネシアで受信できる衛星は他に パラパディ、ミゼット3、3A、JCSAT-4B、ナザット5、ST2、チャイナサット11、コリアテレコムカーバサット8、ABS2、セマイナス8がある。空バンド内の ITU の他の割り当てには、固定業務、電波天文学業務、宇宙研究業務、移動業務、無線即位業務、アマチュア無線業務、無線ナビゲーションなどがある。しかし、 これらの業務のすべてが実際にこの帯域で動作しているわけではなく、あまり使われていないものもある。C バンドと比べて、空バンドは地上マイクロ波システムとの干渉を避けるために、同じようにパワーが制限されておらず、アップリンクダウンリンクのパワーを増大させることができる。この高いパワーは、小さい受信皿に変換され、衛星の送信と皿の大きさの間の一般化を、 指摘する。パワーが増大すると、アンテナの皿の大きさは小さくなる。これは、アンテナの皿の目的は、ある領域にわたる入射波を集め、それらをすべて皿の前面に取り付けられたアンテナの実際の受信部に集中させることであるからであり、もし波が強い場合、受信部で同じ強度を達成するために集める必要がある波の数は少なくなる。波が強い場合、受信素子で、 同じ強度を達成するために収集する必要のある波の数は少なくなる。マイクロ波帯での低い周波数の主な魅力は短い波長で小さい地上パラボラアンテナで異なる通信衛星の信号を分離するのに十分な角度分解能を達成できることにある。デイリー基準により所与の角度ビーム幅を有する放射パターンを生成するのに必要である。 パラボラアンテナの皿の直径は波長に比例する、つまり周波数に反比例する。12GHz では1メートルの皿で2つの衛星に焦点を合わせることができるが、わずか2度離れた別の衛星からの信号は十分拒否する。FSS の衛星はたった2度しか離れていないため、これは重要である。4ヘルツでは、この狭い角度分解能を達成するためには3メートルの 皿が必要である。皿の大きさと周波数の間には逆線形相関があることに注意する。DBS 業務における空衛星の場合、これらの衛星は9度離れていたため1メートルよりずっと小さい皿を使うことができる。C バンドおよび空バンド衛星のパワーレベルは長年にわたり増加しているため、皿のビーム幅は利得よりもはるかに重要になってきている。 空バンドは使用者に多くのフレキシビリティを提供する。皿の小ささと地上操作から自由になった空バンドシステムにより適切な皿の位置を見つけることが簡単になる。エンドユーザーにとって空バンドは一般的に安く小型アンテナを可能にする。空バンドはカバンドの周波数スペクトルよりも雨による減衰を受けにくい。しかし空バンドのシステムにはいくつかの欠点がある。 10GHz 周辺では液体水の中の分子の廃行緩和に近する吸収ピークがある。10GHz より上ではミーサンランがそれを継ぐ。この効果は大雨の時の一般的にレインフェードと呼ばれる顕著な減衰である。ただし衛星ネットワークを設計する際に適切なリンクバジェット戦略を展開し、かつ高い電力消費を割り当て、 レインフェードのロスを保証することによりこの問題は軽減することができる。したがって空バンド衛星は通常 C バンド衛星よりもかなり多くの送信電力を必要とする。スノーフェードと呼ばれる同様の現象は空バンドに特有のものではない。これはさらに雪や氷が積もったことにより焦点が大きく変わるためである。衛星オペレーターのアースステーションアンテナは 与えられた大きさの皿において空バンドで動作するときは C バンドと比べてはるかに狭いフォーカスビームのためより正確な位置制御を必要とする。位置フィードバック精度は高くアンテナが皿表面の風化銃の下での位置を維持するためのヘイループ制御システムを必要としうる。ありがとうございます。